黒川紀章が大阪万博で描いた夢。新橋駅を東に出て汐留正面に歩いていき、時計台を越えて銀座方面に向かっていくと見えてくる一風変わったビルがあるわ。ドラム型洗濯機を積み上げたような建物、中銀カプセルタワーというわ。こちら実は黒川紀章が大阪万博で描いた夢を実現したものなのよ。大阪万博というと岡本太郎の太陽の塔が有名な1970年に開かれた人類の進歩と調和をテーマとした国際博覧会よ。その大阪万博において黒川紀章も彼の未来の都市の理想像をモチーフにした建物を出展したのよ。一番話題を浴びたのがこの東芝 IHI 館。このコウモリのように開いた枠に UFO のような会場を吊るしたデザインが大きなインパクトを作ったようよ。周りに枠を作って球体状の会場を吊るしているの。この枠はテトラユニットという鉄のこんな形をしたプレートから構成されていて、このユニットの構成を変えることでまた新たな形態に生まれ変わり再生や変化をすることが特徴なの。このように今までの完璧なものを作り出す建築思想からエコロジーやリサイクルの先駆けともいわれる再生や変化を促す建築思想をメタボリズムと名付け、この建物に託したの。ただメタモリズムという考えが分かりやすいのはこの宝ビューティリオンよ。ジャンクリズムのような鉄枠に四角いボックス状の部屋をいくつも入れて構成される建物なの。横から見るとこの建物が格子状の枠で形作られていることがよく分かるわ。下から見上げると格子の中にいくつものボックスが生まれ込まれていることが分かるよね。このように枠を広げることで建物の規模が自由自在に変えることができて、中のボックスの数やボックスの中身を変えることで建物の内容が自由自在に変えることができることを表現しているの。大量生産時代の性質を利用してカスタマイズによって多様性を作り出す、これがメタボリズムの進行潮で、特にこの格子とボックスを使った建築をカプセル建築と呼んでいるわ。そしてそのカプセル建築を実用的な建物として初めて実現したのが最初に紹介したこの中銀カプセルタワーよ。一見するとドラム型の洗濯機を重ねたような建物よね。このドラム型の洗濯機のようなものはカプセルと呼んで、前のボックスにあたりこのバスルームやベッドなどが入った部屋となっていて、技術的にボルト2つで取り寄せる仕組みになっているのよ。上から見れば分かりやすいと思うけど、2つの塔がそれぞれの格子を内蔵していて、その格子の上にカプセルを取り付ける仕組みになっているのよ。マンションにおいて階段やエレベーターなど移動スペースはあまり変化しないけれども、住居スペースは住む人や時代によって変化するわよね。そんな変化に合わせてカプセルの内容を変えたり交換することでいろいろな変化に対応していける、そんなメタボリズムの思想をダイレクトに表現した建物なのよ。もっとも設計者の黒川紀章自身はこのカプセルを外して外に運び、連休の時は居住スペースごと移動できるなんてことも想定したみたいだから だよね。でもこの建物発想もユニークだけど、建築工程が非常に合理的で短い時間で完成するところも特徴なのよ。ちょっと最後に余談になってしまうけど、この中金カプセルタワーと同じ時期にできた桜市役所の建築を見るとその工事の合理性がよくわかるわ。この建物は両サイドに塔のようなものが立ち、真ん中に広い部屋があるようなデザインになってるわ。これは両サイドの塔を先にスライディングホーム工法というつなぎ目のないコンクリートの壁を素早く作り出す工法を使っていれば、その後に地上で組み上げた5枚の床板をリフトアップ工法によって持ち上げて、この2つの塔の間に5枚分の床板を取り付けるの。そうすると塔の中の床を支える柱を作る必要がなく、非常に早く工事が進むのよ。ちなみに主要建築の隣にある建物も黒川紀章の設計で、 HP シェル工法という双脚放物面の屋根を作ることで柱の数を減らす工法を実現しているわ。これらの柱を減らす工法は工費の削減、工事の短縮や広い空間作りなど多くのメリットがあり話題になったようよ。人口が増加して都市に集中していく時代に変化に対応して再生していく都市の理想を掲げた黒川紀章だったけれども、中銀カプセルタワーは実際にはカプセルの交換は行われてないみたいね。でも都市デザインという著作で黒川紀章は未来の都市を掲げたものはその通りに実現したことは一度もない、しかし人間の未来に対して変化を促すイメージを投げかける役割を果たしてきたというようなことを述べているわ。今でもこの建物を見るとそんな未来を夢見たイメージが伝わってくるようよね。人口が減っていき新たな変化をしていく現在にとってもメタボリズムは大切になってくる考えではないかしら。